次ですが、今年度国内外のスポーツ大会で活躍した県内出身の優秀選手などの表彰式が福島市で行われました。式には全国都道府県対抗男子駅伝に出場を予定している相澤晃選手も出席、県勢2連覇に向け意気込みを話してくれました。福島市で行われた県体育協会の表彰式には、今年度国内外のスポーツ大会で活躍した個人や団体の選手、指導者などおよそ130人が出席しました。おめでとうございます。学法石川高校出身で東洋大学4年の相澤晃選手は、今月2日の箱根駅伝2区で区間新記録を樹立するなど、日本の陸上長距離界期待のランナーです。また田村高校出身で東京オリンピック出場を目指すウェイトリフティングの近内光則選手にも表彰状が手渡されました。本県のスポーツ発展振興のためナウイスト努力することを誓い、お礼の言葉と一致します。相澤選手は今月19日に開催される全国都道府県対抗男子駅伝に出場を予定していて、県勢2連覇を目指します。この大会で2連覇できるのは福島県チームだけですので、昨年も初優勝のメンバーに入れていただくことができましたが、今年も自分の走りで優勝に導くことができればいいかなというふうに思っています。